続きましては日立造船環境事業本部の小野から続いてご説明させていただきます。座ってご説明させていただきます。失礼します。続きまして4ページが国内のエネルギー政策というところからお話しさせていただきます。まずこのバイオマス発電所の、環境問題のお話に入る前にですね、国内のエネルギー政策の中においてこのバイオマス発電所が、どういう位置づけになっているかというところを先にご説明させていただきます。こちらの、右に書いてある通りでございます。経済産業省では2030年度のエネルギー需給構造の、見通し、ちょっと声がスピーカーでちょっと後ろに聞こえないような、はい、ちょっとお湯もあります。失礼いたしました。これぐらいで問題ございませんでしょうか。はい、ではすいませんが、改めて進めさせていただきます。まず、国内のエネルギー政策においてこのバイオマス発電所がどういう位置づけなのかというところをご説明させていただきます。経済産業省では、エネルギー需給構造の見通しあるべき姿といたしまして、長期エネルギー需給の見通し、こちらをエネルギーミックスと申しますを策定しており、2030年度の再生可能エネルギーの比率を 22% から 24% に、増やす目指すこととしております。2010年度におきましては再生可能エネルギーは 10% 程度でございましたが、2017年度につきましては 16% で、17年度から30年度に向けてですね、 22% から 24% まで増やしていきたいという考えのもとこの政策が引かれております。で、再生可能エネルギーの内訳といたしましては、地熱、バイオマス、風力、太陽光、水力となっており、今回の、我々が計画しております発電所につきましては、このバイオマスに区分される、発電所となります。では、すいません、続きまして5ページご説明させていただきます。こちらでは固定価格買取制度、先ほどのエネルギーミックスと合わせてご説明させていただきます。2030年度の先ほどご説明いたしましたエネルギーミックス達成のためにですね、2012年から固定価格買取制度、いわゆるフィット制度が、により、再生可能エネルギーの導入が進められてきました。で、先ほど申し上げましたようにフィット制度上におけるバイオマス発電の発電所になりまして、バイオマス発電も、様々な、区分に分かれております。その中で今回のパーム油発電がですね、この農作物の収穫に伴って生じるバイオマス液体燃料というものに区分される燃料となっております。で、こちらに記載のこの燃料区分の、バイオマス発電所となっております。で、こちらのちょっと調達価格についてはですね、今入札制度により決定というふうになっているんですけども、我々が、フィットの認定を取得したときは24円の区分の電源となっておりました。こちらが最新の19年度のフィットの調達価格となってございます。はい、続きまして6ページ、パーム油発電とはというところをご説明させていただきます。パーム油とは皆様ご存知の通り、東南アジア、主にはインドネシア、マレーシアで生産される油でございます。で、従来の、重油やガスを使用した、石油、化石燃料を利用した火力発電とは異なり、植物由来の燃料のため自然に優しいエネルギーとなっております。で、またパーム油についてですが、パーム油の原産国においては大統領令及び第三者機関による認証制度の確立により、過去10年以上にわたって持続可能性の観点から環境に配慮したパーム油の生産体制が、今構築されております。続きまして7ページに移らせていただきます。7ページが、パーム油の持続可能性というところでございます。先ほど、大統領令、第三者認証等々お話しされましたが、もちろんこの点につきましては日本の政府でも同じように今議論されておるところでございます。そちらの点についてご説明させていただきます。パーム油発電につきましてはフィット認定量の急増を受けまして、2019年度、本年度、エネ庁主催でバイオマス持続可能性ワーキンググループ全5回が開催されました。本ワーキンググループではパーム油を取り巻く地球環境、社会及び労働、食料競合、ガバナンス、サプライチェーンの担保について持続可能性基準を設定し、その確認を行う第三者認証について整理いたしました。
で各項目については以下の通りで、その項目を確認する主体についてはこの右の確認主体というところに記載がございます。こちらはエネルギー庁 そのバイオマスワーキンググループ、持続可能性ワーキンググループの資料となってございます。で8ページ目、先ほどのこの持続可能性ワーキングの続きですけども、本ワーキングにおいて、整理されたパーム油の持続可能性基準を満たす、認証制度といたしまして、 RSP 用認証および RSB 認証が、整理されました。でここに下に書いてあるちょっと細かくて恐縮なんですけども、まあ、環境および食料、あ、すみません、社会労働ガバナンスサプライチェーン認証における第三者性の担保というところでそれぞれ評価基準を設けまして、その評価基準を満たすものがこの丸×で評価されております。でそれによりますと RSPO 2013年版2018年版および RSB 認証であれば持続可能性が担保できるということで整備をされました。でこちらが2019年10月の時点での、内容になります。でこちらの内容を受けてですね、今 N 庁の方でパブリックコメントを募集し、来年度のガイドラインの更新に向けて、整理をしているところでございます。はい、では続きまして9ページのご説明をさせていただきます。で本プロジェクトの認証についてというところをご説明させていただきます。本プロジェクトの燃料調達におきましては経産省のガイドラインおよび先ほどご説明いたしました持続可能性ワーキングにて基準を満たす、持続可能性の基準を満たすと結論付けされました RSPO のうち今 SG 認証ですねを取得した燃料のみ使用いたします。 SG 認証というその SG という意味なんですけども、農園から発電所まで全サプライチェーン上においてこの入ってくる燃料がですね、非認証油と一切混ざることなく分別管理されたもののみにつく認証となっております。で RSP 認証につきましてはこちらの基準を遵守することでインドネシアにおける生物多様性の高い土地を保護並びに違法な森林伐採や土地利用の変化がないことを確認できるとしております。並びにそれらを通して GHG の削減、排出削減にも貢献いたします。で10ページに RSPO の認証制度の概要を書かせていただいております。こちら設立は2004年となっております。2004年に環境への影響に配慮した持続可能性のパーム油を求める世界的な声の高まりに応えて、まあ、WWF およびパームの大小の機関が集まってですね中心となり2004年に設立されました。で2004年に設立されてからもですね、今現在に至るまでも、内容の、持続可能性基準であったり内容の更新が日々行われております。